みんな困ってるんですよ。火事にでもなったらどうするんです。いい加減ゴミを片付けてください。ゴミじゃねえ、全部必要なものだ。捨てられるか。ブラックワールド。俺の名前は山口。長く引きこもりを続けているニートだ。母子家庭で母ちゃんと二人で暮らしている。じゃあ母ちゃん仕事に行ってくるからね。ああ、今日も帰りは遅くなるから、これお昼ご飯代。あんた少しは部屋を片付けたらどうだい。足の踏み場もないじゃないか。うるせえな。カップラーメンのゴミくらい捨てなさいよ。ゴミだらけだよ。だいたいなんでカップラーメンの容器ばかりがこんなにあるんだい。毎日お昼代をあげてるだろ。お小遣いだって別に渡してるぐらいなのに何に使ってるのよ。まったく母ちゃんは何も分かってねえな。もらった金を全部使ってるわけじゃないんだよ。最低限の食費に抑えて残りは貯金してるんだよ。将来ビッグになるために必要な準備としてな。本当かい？もちろん。俺だってちゃんと考えてるよ。いつまでもこのままじゃダメだってさ。それならいいんだけど、あんたを育てるために母ちゃん必死になって働いてきたけど、普通なら母ちゃんだってもうすぐ定年の年だからね。いつまでも働けるわけじゃないんだよ。それまでにちゃんと独り立ちしてくれないと、後で自分が一番後悔するからね。分かってるって。大丈夫だから、ほら仕事遅れるよ。じゃあ母ちゃん行ってくるからね。ちゃんと部屋を片付けるんだよ。俺はようやく母ちゃんを追い出した。やっと出て行ったか。ごちゃごちゃうるせえな。カップラーメンばっかりって言うならもっと飯代をよこせって言うんだよ。まったく。お、なんだこのフィギュア、新しいのが出たんだ。ちっくしょう、昨日ゲームに課金しなきゃよかったな。あのババ小遣いも少ねえからな。貯金なんてしてるわけがない。家から出なくたって誘惑は多いし、むしろ足りないぐらいだ。カップラーメンで浮かせた飯代や小遣いは趣味のフィギュアかソシャゲの課金に消えていた。そんなある日、母ちゃんが過労で倒れ入院してしまった。マジかよ、すっかいねえな。イブ総合病院か。ま、わざわざ見舞いに行かなくったってどうせすぐ退院するだろう。事態をそこまで深刻に受け止めていなかった俺だが、困ったことが起きた。あれ、小銭しかないじゃねえかよ。おい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 、小遣いどころか昼飯代すらもらえなくなってしまったのだ。まったく何を考えてるんだあのババア。息子を飢え死にさせる気かよ。貯金もないのでフィギュアを買えなければソシャゲの課金もできない。俺はしぶしぶ重い腰を上げ仕事を探してみることにした。だがそう簡単に都合のいい仕事なんて見つからない。はあ、たったこれだけ。アホか、誰が働くって言うんだよ。そんな金でやるわけないっつーの。俺に見合った楽な仕事で高収入のクリエイティブな仕事はなかった。いささか困ったことにはなったが、俺には秘策があった。以前聞いたことがある。生活保護とやらを申請すればいい。おほ、マジか。すっげえ、俺って天才じゃん。俺は働かずに生きていける道を見つけたんだ。うまいうまい、マジで最高。山口さん。そんな俺のところに近所の住民が訪ねてきた。何ですか？以前から町内会で問題だったんだけど、お宅のゴミ、あれなんとかなりませんかね。異臭もするし虫も出るし、みんな困ってるんですよ。火事にでもなったらどうするんです。いい加減ゴミを片付けてください。ゴミじゃねえ、全部必要なものだ。捨てられるか。俺は取り合わずに追い払った。だが役所に通報され、今度は役人が訪ねてきた。全く余計なお世話だが、役所に立てついて生活保護を止められるのはまずい。母が入院していて精神的に不安定だったので、ちゃんと片付けます。すみません。俺は適当に謝ってやり過ごすと、片付けるどころかさらにゴミを放置した。進展しない俺の環境に何度も役所から担当者が来たが、所詮はお役所仕事。俺が謝っておとなしくすれば帰っていく。まったくちょろいものだ。だが、やめろ。しびれを切らした役人が行政代執行で業者を引き連れ片付けに来てしまった。俺のものに触るな、全部必要なんだ。今まであったものが全てなくなってしまう。俺にとってその不安はもはや恐怖だった。近隣住民、役所の担当者から散々説教を受け、俺は泣きながら謝った。
本当にすみませんでした。ゴミを捨てなかったことと親不孝なことを責められ、今度こそゴミを捨てることを約束させられた。俺が涙を流して反省している姿に同情したのか、最低限必要なものだけは撤去せずに残してくれることになった。せっかくみんながチャンスを与えてくれたんだ。もうあんな思いは二度とごめんだ。今度こそちゃんとしよう。俺は固く心に誓った。その時、すいません。お、お届け物です。母ちゃんの職場から入院している母ちゃん宛にお見舞いが届いた。送られた段ボールの中には大量の食料が入っている。うお、ありがてえ。酒のつまみになりそうなものもかなりある。こいつはありがたい。俺は酒を引っ張り出すと、晩酌がてらにパーッと飲んで、今日起きた嫌なことを忘れることにした。あー、食った食った、あー、うまかった。よいしょっと、少し寝るかな。俺は片付けることなどすっかり忘れ、いつものように部屋の中にゴミを放り投げると、満足して眠りについた。俺は山口、41歳の無職。今は引きこもる家すら失ってしまった。俺の人生がここまで転落してしまったのは、高校生の時に起きたあの出来事がきっかけだった。ブラックワールド。俺は山口、都内でもトップクラスの有名私立高校、聖セレナ学園の1年生だ。山口くん、ストバロロワイヤル3はもうやった？ストバロは2までは名作だけど、3はやっちゃったね。え、そうかな。ま、悪いとは言わないけど、素人受けに走った感は否めないよね。こいつは熊本、ゲーム好きという共通の趣味がきっかけで話すようになった。ゲームの知識といい、技術といい、俺の足元にも及ばないが、性格は悪くないので付き合ってやっている。山口くんってほんとゲームに詳しいよね。僕ゲーム研究部に入ったんだけどさ、山口くんも体験入部だけでもしてみない？え、やばいやばいぞ俺、コミュ障なのがバレるじゃねえか。うちの親がさ、学生の本分は勉強だから部活するくらいなら塾に行けってうるさいんだよね。そっか、この間の中間テストも平均点ギリギリだったもんね。こいつ時々確信をついたこと言うんだよな。そろそろ俺も本気出そうかとは思ってるんだけどな。残念だな。うちの部活でも山口くんのこと話題になってたんだよ。なんだよ、俺の悪口でも言ってたのか？違うよ、この間ゲーセンに行った時、山口くんが強すぎて僕一勝もできなかったじゃないか。それは熊本が弱いわけじゃない。俺レベルにもなれば対等に相手できるやつなんてそうそういないからな。だから僕、うちのゲーム研究部のエース涼太くんに対抗できるくらい山口くんは強いんだぜって話をしたんだよ。はあ？俺たちと同じ1年のくせに、学園カースト上位の爽やかイケメン涼太様とか言われて調子こいてるやつと、この俺様が同レベルだっていうのか？しかもこの涼太様は e スポーツの中学生部門で全国優勝というクソ羨ましい経歴の持ち主なのだ。廊下まで聞こえてきたよ。君が山口くん、なんか褒められちゃって恐縮だな。キャー、涼太くん。ち、キラキラしやがって。そうだ、学校中の生徒たちの前でゲーム対決してこいつを叩きのめしたら、一気に俺の時代来るんじゃね。いや、涼太くんだっけ。厨房のトップレベルが高校でも通用するのか、試しに俺が相手してやろうか。それとも経歴に傷がつくのは怖いかな。俺は涼太を煽って喧嘩を売ることに成功し、学校中の教師と生徒たちが見守る中、格闘ゲーム対決をすることになった。山口くん、お互いフェアに行こう。ふん、くそ、なんで全校生徒が集まってるんだよ、暇人どもが。緊張するじゃねえか畜生。しかもこのゲーム最悪だな。おい、ゲーム研究部が対決用に用意したのは、俺がクソゲー認定していたストバトロワイヤル3だったのだ。勝者涼太くん。俺は涼太にコテンパンにやられ、大差で負けた。君も強かったよ。その余裕の笑顔がムカつくんだよ。お前、クソゲーで俺に勝ったからっていい気になれなよな。ちょっとひどい、涼太くんかわいそう。クソ、いまいましいギャラリーめ。激高した俺は涼太への罵倒がやめられなかった。ストバルやるなら2だろ、3なんてダサくもダサく。あんなクソゲーじゃ俺の実力が出せねえんだよ。気分を害してしまったのなら謝るよ。僕はただ君をゲーム研究部に勧誘したかっただけなんだ。涼太くん優しい。
余計なお世話だ。こんなゲームチョイスのセンスのかけらもねえクソダサい部活なんて誰が入るか。プライドをズタズタにされた俺は翌日から不登校になり、そのまま退学してしまった。リョータなんかせいぜい高校レベルでいい気になればいいんだ。俺はプロゲーマーになる男だからな。高校中退した俺は深夜までゲームで遊びまくり、翌日の昼過ぎに起き出すという怠惰な生活習慣にはまっていた。通信制の高校に入って大学受験するっていう道もあるのよ。うるせえな。俺はプロゲーマーになるんだ。邪魔するな。平日は母親しか家にいないが、休日は父親もいるので両親の小言も2倍になる。プロゲーマーなんて夢みたいなこと言ってないで高校に行け。そうよ、学歴がないとまともな仕事にはつけないのよ。俺はプロゲーマーになるっつってんだろうが。くだらねえこと言ってねえでゲーミング PC 買う金でもよこせや。両親は俺に恐れをなし、素直に金を差し出した。俺は26歳になった。ゲーム機材だけは高いものを揃えて一日中ゲームをやっていたが、一度引きこもってしまうと外に出ることすら怖くなり、散歩も行けなくなっていた。あのプロゲーマーっていうのはいつになったらなれるの？うるせえな、ババアは黙ってろ。俺は長く引きこもりすぎたせいで e スポーツに参加する勇気も失っていた。そうこうしているうちにさらに10年が過ぎ去った。 e スポーツの大会に一度も参加しないまま俺は36歳になっていた。少しはバイトでもして家に金を入れろ。うるせえな、ゲーム配信で稼ぐから機材買う金よこしやがれ。俺が怒鳴って拳で壁に穴を開けると、父親は青ざめながら金を持ってきた。この子はどうなってしまうの？ちっ、ほらお前らとっとと出てけよ。ゲーム配信用の機材を親の金で買い、ゲーム実況を何度か配信してみたが、再生回数は全く稼げなかった。くそ、人気ゲーム YouTuber の動画でも見てパクるか。まさかこいつ。俺は高校時代最後の日となったあのゲーム対決での苦い経験を思い出した。イケメン人気 YouTuber りょうちんは間違いなくあの聖麗奈学園高校1年 A 組のりょうただった。畜生、こいつゲームの道爆心中ですか。ああそうですか。悔しいがりょうちんのゲーム実況は面白かった。悔しくなった俺はあら探ししてやろうとりょうたをググって調べてみた。俺はもうゲームすらやる気が失せてしまった。りょうたのチャンネルを見つけてしまってから俺はすっかりゲームから遠ざかり、あっという間に5年経ってしまった。いつまでただ飯を食わせてもらうつもりだ。いい加減働け。お前もう40だろ。41だよ。息子の年もわかんねえのか、この猛禄じじいが。二人ともやめて。とりあえず食事は食べなさい。今日も白米と目指しかよ、しけてんな。父さんも母さんも年金暮らしなんだ。お前を養う経済力はないんだよ。だよ、親ガチャ大外れだわ。親に向かってなんて口を聞きやがる。こちらです、どうぞこちらへ。情弱が知ったかぶりしてんじゃねえよ。親ガチャぐらい知ってるわ。こんな親の元に生まれてきて外れだったって意味だろうが。まあまあ、お二人とも落ち着いてください。お前熊本？久しぶりだね山口くん。俺を笑いに来たなら今すぐ帰れ。そうじゃない、今僕はこういう仕事をしてるんだ。熊本はもう高校生の頃の俺の子分ではなかった。両親は家庭内暴力がエスカレートする俺を持て余し、社会復帰支援グループに頼ることにしたらしい。俺は実家を離れ熊本についていくことにした。まさかクライアントさんが山口くんの家だとは思わなかったよ。熊本が俺を連れてきたのは引きこもり同士が共同生活をする男子寮だった。不安なことがあったらいつでも僕に相談してくれよ。だがその必要はなかった。寮のみんなは親切で優しく、俺は初めて共同生活の楽しさを知った。俺もしかしたらやり直せるんじゃないか。山口くん、共同生活の寮を出てワンルームの部屋に移らないか。ワンルームの部屋に移るということは社会復帰への階段を一つ登ることなのだ。最低限の家電が揃い、やろうと思えばゲームもできた。俺ゲームの楽しさを思い出したよ。それはよかった。そうだ、来週女子寮の子たちと一緒に老人ホームの介護ボランティアに行くだろ。私レイナって言います。熊本さんから山口さんもゲーム好きだって聞いたので、お友達になれたらいいなと思って。来たー、遅咲きの俺の春が来た。これ介護ボランティアの研修を受けた俺やレイナちゃんたちは初めて本物の老人ホームでボランティア実習を行う。やっと休憩ですね。
山口さんは力持ちだから助かります。私も頑張らなくっちゃ。レイナちゃん、俺にできることがあったら何でも言ってね。レイナちゃん、笑顔が可愛いな。ところで山口さんってお気に入りのゲーマーさんとかいますか？ゲーマーと聞いて俺は一瞬リョータの顔が頭をよぎったが、全力で記憶を塗りつぶした。俺は人がやっているのを見るより自分でプレイしたい方なんだよね。それよりレイナちゃんの推しのゲーマーさんは誰なの？イケメン人気 YouTuber リョーチンさんです。なんだって、君はあんなクソゲーマーがいいのか。失望したよレイナちゃん。君だけは特別だって信じてたのに。キャー、誰か助けて。俺は老人ホームの男性職員たちに取り押さえられた。山口、これはさすがに僕でもかばいきれないよ。俺はレイナちゃんを暴行した件で社会復帰支援グループの施設から追い出された。長年親に家庭内暴力を振るっていた癖が出てしまったのだ。山口、これ返さなくていいから。ああ、ありがとう。熊本からの手切れ金か。かけがえのない友人を失った俺は久しぶりに実家へ帰ることにした。あら、山口さんとこの息子さんよね。ご両親は元気？終身型の老人ホームに夫婦で入れたなんてラッキーだったわよね。俺は頭を殴られたようなショックを受けた。両親は暴力を振るう俺を支援グループに押し付けて逃げたのだ。俺は両親に捨てられたのだった。そんなわけで今俺はホームレスをやっている。亮太のように成功もできず、熊本のように社会の役にも立てないクズの俺はきっと死ぬまでこのままなんだろう。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。